JFA 全日本 U-18 女子サッカー選手権大会は財団法人日本サッカー協会が主催する18歳以下のチームによる女子サッカー大会である。JOC ジュニアオリンピックカップの一環として行われている。1997年に全日本女子ユースサッカー選手権大会として第1回大会が開催された。 当初は都道府県選抜チームによる対抗戦であったが、第9回大会より単独チームによる大会となった。各年の国民体育大会開催都道府県にて国体開催の翌年に開催される。2012年大会より全日本高等学校女子サッカー選手権大会の開催時期が1月に変更されることに伴い、大会名を全日本女子。 ユースサッカー選手権大会から全日本女子ユースサッカー選手権大会に変更したが2014年に戻した。2017年11月1日に日本サッカー協会が発表した JFA ブランディングの一環として JFA 主催の2018年以降すべての大会名称に JFA の文字を加えることすべての育成年代の大会表記を 全日本有大会に統一することから、現在の大会名となっている。参加資格は18歳以下で、高校、大学チームの選手は、参加不可となった。なお、開催地も、前年度の国民体育大会開催都道府県より、大阪府堺市の J グリーン堺となる。2020年度の出場16チームは、以下の通り、1年の TV メニーな時代を含む、 に、浦和レッツジュニアユースレディース時代を含む、ありがとうございます。